佐々木朗希でした。まずは立ち上がり、野間から今日一つ目の三振をフォークボールで奪います。3番の秋山、フォークボールでセカンドゴロに打ち取りました。立ち上がり3人で抑えます。カープの先発黒原でした。1回の裏マリーンズ連打でチャンスを作ったんですが、山口ダブルプレー、先制のチャンスを逃します。2回の佐々木朗希、松山から2つ目の三振、そして田中康介163キロのまっすぐで三振。3回マリーンズワンアウト満塁で山口、豪快なスイング、打球はレフトスタンドへ届く満塁ホームラン。佐々木朗希も打った瞬間右手を上げていました。一気に4点マリーンズ先行です。佐々木朗希4回の投球、石川をサードゴロに打ち取ります。そして秋山は空振り三振、4回までパーフェクトピッチングでした。5回のカープ、まず先頭の松山が内野安打、坂倉は三振、田中康介フォアボール、平沢三振、2アウトまで行ったんですが、デビッドソンがしぶとくセンター前ヒットでつないで2アウト満塁。粘りに粘った勝木がこの打席で165キロが出ます。そして最後は松木が打ちました。2点タイムリーヒット、つないだカープが2点を返して4対2 2点差になります。松木見事なバッティングでした。その裏です、マリーンズワンアウト満塁でピッチャー大道から角中、これ見事な有藤さんバッティングでしたね。おっつけ気味でね、左中間へ運んだ2点タイムリーツーベース、6対2になります。佐々木朗希6回のピッチング、ランナーが3塁と1塁、田中康介最後は三振に仕留めます。これが9つ目の奪三振。そしてイニング間黒木浩二に対してもう1イニング行きますと言いました。7回です、平沢から今日10個目の奪三振。このあとデビッドソンヒットを打ちますが、西川セカンドゴロ、佐々木朗希7回109球10奪三振2失点の好投でした。ゲームは8回マリーンズのピッチャー坂本に対してカープが攻め立てます。2アウト3塁2塁で田中康介、センターの前2点タイムリー、6対42点差とします。ピッチャーがペルドモに代わって代打の林フォアボール、デビッドソンというシーンでしたが、ここはセカンドゴロ。6対4 2点差で9回に入っていきます。マウンドに増田、ワンアウト二塁一塁、秋山一二塁間を破ります。タイムリーヒットになって6対5ついに1点差、カープが迫ってきます。
さらにこの後塁が全て埋まって坂倉空振り三振、これで2アウト。そして田中、前に来ていたレフトの山口、山口最後は取って試合終了。なんとかなんとか千葉ロッテマリンズ逃げ切りました。1点差、6対5で勝利をものにしています。それでは皆さん、この後ヒーローインタビューということになります。本日のヒーローを3人お呼びいたしましょう。 Today's Heroes、 まずはこの人、勝負強いバッティングで昨日に引き続き今日もヒーロー、ナンバー3、勝也角中。さあお次はこの人、先制の大きなアーチは自身初の満塁ホームラン、最後は素晴らしい笑顔でナイスキャッチ、今季山口。さあそして最後はこの人、今日は満員御礼、たくさんの人があなたを見に来ました、ナイスピッチング、ロッキー佐々木。株式会社より MVP 賞として札幌生ビール黒ラベル1年分が贈られます。プレゼンターは札幌ビール株式会社首都圏本部首都圏第二統括社社長畑平義彦様です。以上 MVP 賞の贈呈でした。おめでとうございました。放送席、放送席、そしてスタンドの皆さん、それではヒーローインタビューです。まずは2日連続のお立ち台、角中選手です。ナイスポッチでした。ありがとうございます。2日連続のヒーロー、ご気分いかがですか？そうですね、今日はヒーローになったらいっぱいビールもらえるってことなんで、はい、ちょっとだけ狙ってました。そんな中、5回は貴重なタイムリーになりました。あの場面振り返っていかがですか？そうですね、まあ、内野フライだけ避けるような打ち方したら、まあ、なんとか、いい形でタイムリーになったんで良かったです。角中選手の活躍、さらに若手2名の活躍っていうのは角中選手からどう見えてますか？いや、まあ2人はもう若手っていうよりも、チームの中心だと思うんで、まだまだ全然足んないです。ではまだまだ交流戦あと6試合続いていきます。ファンの皆さんに一言お願いします。交流戦あと6試合ビジターですけど、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まずは角中選手でした。続いて山口選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。ご自身プロに入って初めての満塁ホームラン、あの場面飛び出しました、ご気分いかがでしたか？そうですね、翔さんがなんとかしてくれと思ってネクストで見てたんですけど、フォアボールになって腹くくっていきました。感触、そしてグラウンド一周いかがでしたか？感触としてはちょっと詰まったんで、ちょっと入るかどうかは分からなかったですけど、緊張した分、最高でした。隣の角中選手からまだまだやってもらわなきゃいけないという言葉がありました。それを受けていかがですか？はい、もちろんまだまだやらないといけないと思ってます。ではその意気込みをファンの皆さんにお願いします。これからも、勝利に、貢献できるように、頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では続いて今シーズン5勝目を挙げた佐々木朗希投手です。ナイスピッチでした。ありがとうございます。
万人御礼の中のローキコール、いかがでしたか？そうですね、今日は雨予報だったので、来ないかなと思ったんですけど、はい、満員になってよかったなと思ってます。その中で7回を投げて、プロ最多の109球という投球でした。内容を振り返っていかがですか？山口さんが序盤満塁ホームラン打ってくれたので、こう思い切って投げることができました。6回投げ終わった後、もう1回というような黒木コーチと話があったかと思いますが、あれはご自身でお話しされたんですか？はい。あの時のお気持ちはどんなお気持ちで、その気持ちを伝えたんですか？まあ、自分で点差を縮めてしまったので、はい、なんとか長いイニング投げて、後ろにつなげたいなという思いで投げました。そしてその中で、あの5回の場面、日本人、いや NPB 最速タイ165キロというまっすぐがありました。あの1球振り返っていかがでしょう？いや、まあ今日そんなに調子よくなかったので、はい、あんまり出てない、どうですかね。ということは、調子が良かったらまだまだ球速は出るんでしょうか？いや、まあそういうわけでもないので、はい。ただこれからもですね、素晴らしいピッチングをファンの皆さん期待をしています。ではファンの皆さんに一言お願いします。今日も応援ありがとうございました。来週からも勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは垣永選手、山口選手、そして佐々木朗希投手でした。放送席どうぞ。はい、ということで、いや、驚くことに佐々木朗希あまり調子が良くなかったみたいなことありとさんコメントしてましたが、まあ良くなかったから2点取られたんでしょう。そういうことなんですか？そういうことでいいんじゃないですか？あ、そうですか。俺が調子良ければ完全試合、はい、なるほど、すで、ええ、にやった人ですからね。そうです、そう受け取っていいんじゃないでしょうか。はい、今日はマックスが165キロをマークした佐々木朗希、いや昨日に続いて角中がいいところで打ってくれました。昨日そして今日のベテラン角中の働きは大きいものがあります。まあ佐々木とすればですね、はい、追い込んだカウントでフォーク系を投げて、はい、広島の各バッターが当ててますよね、バットに。そうでしたね。そこらがこれからの佐々木が考える課題じゃないでしょうかね。もっと球をよくしなきゃいけないとかね、ストレートにしても、はい、と思いますよ。なるほど、もう隙を作らない、見せないというその高みを目指してほしいと思います。まあいろいろな条件が整ったら有藤さん、はい、もう一回完全試合やりそうなポテンシャルはありますよね。吉田さん、もう一回じゃないよ、はい、もう2回も3回もする気持ちでいかんと。そうですね。だから今日、はい、南さんがね、完全試合は狙わなかったですかという質問を何て言ってしないかなと、あ、いつも思ってんだけど、こうやって4回までパーフェクトでしたね。そうなんですよ、まあまたの楽しみにということで、やっぱりもう一回見たいよね、もう一回見ましょう、ね、一緒に。本当に、はい、今、ヒーローインタビューの3人が